ミール・ワルト・トイフェルというフランス生まれの作曲家ですね、日本ではスケーターズ・ワルツというワルツの作曲家として有名ですが、諸外国ではこちらの曲の方が有名だと言われている女学生という曲です。女学生ってね、女子学生のことですが、あんまりこういう日本語最近使わなくなりましたが、どうやらこれは語訳、訳がちょっと誤っているようでして、本来はこの現代のエストゥディアンティーナっていうのはどうやら学生たちのバンド、楽隊のことを指していたようなんですね。それをまあ日本語に訳すときに同じ言葉の形だった女子学生という方をまあ取ってしまったということのようです。でこの曲の内容はですね、ラコームという他の作曲家が書いた、スペインの流行歌の旋律をつなぎ合わせて、そしてワルツにまとめ上げたということなので、これはワルト・トイフェルのオリジナルの作品とはちょっと言えないかもしれませんね。Thank you.
私が子供の頃にこのワルト・トイフェルという作曲家の名前を見て、なんか悪そうな名前だなと思ったんですけれども、実際にですね、これドイツ語由来の名前で、ワルト・トイフェルっていうのは森の悪魔っていう意味なんですよね。だからちょっとなんとなくその直感は当たっていたんですが、なんでこんな変な名前なんだろうなと思いまして、でどうやらこの人はユダヤ人らしいんですね。でユダヤ人はそういうちょっとひどい名前を付けられるというような傾向があるというようなことも聞いていたので、そうなのかなと思ったんですが、音楽辞典を見るとこの人は本名はそうじゃなくてですね、レヴィっていう名字だったっていうんですよね。でどこからどういうふうに変わったんだか知りませんけれども、もしかしたら芸名としてこういうなんか変な名前を付けたのかなとか思うんですけれども、ちょっと情報が少なくてよくわかりません。もしご存知の方いたら教えてください。